はいどうも、皆さんお疲れ様です。大変遅くなり申し訳ありません。やっと、C 分岐の、全部ね武器を集めて C エンドが見れる状態にしました。で、魔王の城への鍵も全て集めて、魔王の城突入前まで、進めてきました。で、C エンドの流れなんですけども、魔王を倒すまでは B 分岐 B エンドと全くね同じ内容なので、ここから魔王の城を攻略していくんですけど、そこはねもうバッサリカットして、魔王戦手前から、今回の動画を開始しようかなと思います。なのでね、結構もう、すぐこの後すぐ、カット後、C エンドに入っていくような形になりますので、ちょっと短い動画になるかなと思っておりますけども、ぜひぜひよろしくお願いします。前回、それまでの、ね、内容が気になるって方はあの前のパートを見ていただけたらなと思います。では、ここから、魔王戦手前まで、カットしようかなと思います。カット。はい、では、魔王の部屋手前までやってきました。ここからやっていきたいと思います。ムービーは飛ばさずに見ましょうかね。せっかくなんで。ヨナ。もうこのムービーを何回見たことか。さて、もう戦闘中の会話はいいかな。ここのレベルもねだいぶ上がってるのでかなり早いですね。多分最も強い武器であろう不死鳥の武器も使ってるんで。この辺りの会話聞こうかな。なんだこの感情は。結構ねこのテュラントのやり取りが、CD では重要になってくるので。いた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 。よし。わからないかテュラン。私はさまざまな声を聞いてきた。その過程で同情も恐怖も憎悪も経験した。私は知っている。私は汚れている。私は間違っている。私は呪われている。だがあいつはそんな私を受け入れてくれた。許してくれた。あいつのためにこの狂った世界を過ごす時間がまだ少しでもあるのなら、やつの刃になって死んでやる。シロ、大丈夫か？心配無用。壁に決まっておるるるるるる。あら、間に合わなかった。あれ、当たらない。よし。
人の体。いらない。欲しくない。だから、もう、クリスマスになっちゃう。体の中にはもう、別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子も、お兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないの。そうだよ。一緒に帰ろう。今だ。妹についていた魔物は消えた。さて、ではやっていきましょう。お前の悲しみがわかるだろう。危ない危ない危ない。都合のいいことは言わない。どうなんですかね、もう D 分岐でももう一回同じムービー流した方がいいのかな、もう飛ばしていいのかな。でそうだよね、もう3回も4回も同じムービーはいらないよね。 D 分岐ではカットしようかな、今のところまでは。痛い、待ちたまえ。一応動画としては C と D は分けておこうかなと思って考えていますので、 D 分岐がすごい短い動画になりそうだな。痛い、そうだそうだ、よし、ちょっと待ってくれ。降りてきませんね、それ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、それは苦手なんだ。よし、せっかくなんで C 分岐までは収録しておきましょうか。大丈夫か。心配無用と言いたいとこだがな。シロ、いたどこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたよ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。ごめん、ごめん、俺。おい、真に受けるな、冗談だ。だって。さあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ。あやつの動きを止める。そしてその後はお前に。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。
いやだ、俺はまだ素人。まあ、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかし、ここでお別れだ。シロ！ああ、そうそう。一つ言い忘れておった。何？シロという名、本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。もう負けることがないだろうと高を送っていたら痛みましたね。申し訳ないです。よし、もういっか。この辺りの会話も俺には守るものがある。生きる意味があるんだ。よし、ではこれで最後かな。このムービーの後からだったかな、違いがあったわ。私の中に長く居すぎたせいだな。すまない。俺に優しくしないでくれ。こんな気持ちにさせないでくれ。もうダメだ。俺がお前を飲み込んでしまう。どうしたんだ。いいか、今から言うことよく聞いてくれ。私の左半身の魔物の領域が広がっている。もう間もなく私は暴走して止められない。もう俺には止められないんだ。そんな、いいから聞け。もうエミールはいない。私を止める方法はないんだ。前に私を殺せ。
暴走したゲシュタルトに意識なんかない。お前と俺の記憶は全部塗りつぶされちまうんだ。カイネン、なんとかしないと。殺さない。アイネがいたからここまで来れたんだ。お前に出会えたから今の俺があるんだ。絶対に諦めたりしないからな。愛する人一人も助けられないで、俺が必ずお前を助ける。助ける方法ならある。誰だ。そんなことはどうでもいい。時間がないのだ。いいか、よく聞け。お前は聞け。カイネを助ける方法はある。お前にとってそれは辛い選択になるんだ。構わない。助ける方法があるならさっさと言ってくれ。タイミングを見て俺がカイネの動きを止める。その隙を逃すな。ヘルメットを自立させ。そんなことしたらカイネはどうなる。俺を信じられないか。このままカイネを見殺しにするんだな。さて、ではやっていきましょう。ちょっとね、周回を越す、何度も越したので、レベルだけ上がっていってね、会話が途切れるのがやっぱり怖かったので、手をつけていませんでした。よくやった。お前の大切なカイネを救う。二つの方法が。一つ、カイネの胸に剣を突き立てるの。それはカイネの望みである。この5億からの解放。もう一つは。もう一つは、カイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るなら、お前の存在という交換の品が必要だ。ほら、選んでみろ。お前はカイネの中にいる魔物だな。なぜカイネを助けようとする。多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。はい、で先ほどのね、二択のでこの後 C か D かが分かれる形となります。上が C かな。で、こちらが D 分岐になるので、先にね、C エンドから見ようと思いますので、こっちを選択していこうかなと思います。
一緒に帰ろう。聞こえるか。俺は長年カイネの中にあって奴を苦しめてきた。それはすなわちカイネの苦しみを肌で感じてきたということだ。気が遠くなるほどの苦しみだからわかるのだ。今カイネに苦しみはない。お前のおかげでカイネは許され救われた。カイネの最後の言葉を伝えよう。ありがとう。カイネ。はい、ということで、お疲れ様でした。これが C 分 C エンドとなります。で次回で、D エンドで、ニーヤの実況も終わりに、なるかなと、なりますね、と思います。で、D エンドはもうそうですね、だいぶ悩んだんですけどね、C 分岐でもどこから開始しようかっていうね、全く内容が同じになってくるので。なので、D エンドは、魔王を倒した後から開始しようかなと思います。はい。で、なので、D エンドの動画は多分短いものになるかな。5分ぐらいなるかなと思いますけども、ま、なんだろうな、確認程度に、D エンドってどんな感じって知らない方は確認程度で、知ってる方は思い出す感じで見てもらえたらなと思います。さて、何を話しようかな。このゲームって本当ね、実況という実況をどこでするかっていうのにね、悩んでくるもんなんで、かなりね、内容が大切なゲームだと思うので、ムービー中はね、あまり喋らないようにしたりとかで、ね、なかなか難しいので、こういうところでしか本当喋ることがないって、確か B エンドでも言った気がするっていうね。見ててね、ほっこりしちゃうので、ついついね、もう、喋ることを忘れるゲームでもありますね。本当素で僕も見入っちゃってるみたいな。エンディングのこのね、エンディングの歌も綺麗ですしね。こういう歌結構好きですね。歌というかなんだろう、雰囲気。さて、いよいよ話題が尽きてしまったんですけども。本当にね、前回の B エンドもそうですし、それからまたね、この動画、収録してまたアップするっていうのに、ね、だいぶ期間が空いてしまって本当にすみませんでした。なかなかこのところ忙しくて、ゲーム自体はねやっていなかったって言われると嘘になってしまうんですけども、ちょろちょろっとね、FPS のゲームをやったりとか、まあ FF の方をね、やっていたりとかで、なかなか実況、ね、時間をかけて動画を撮るということがね、できていなくて、本当にすみませんでした。でもね、今だいぶ落ち着いてきたので、これからまた少しずつ復活できるかなって、これ前も言って、ちょっと、ダメですね。あまりこういうことは言い、ね、あまり、ね、もう少し責任持った方がいいですね。申し訳なく。ねえ、ちょっと前科があるんでね。確か前の動画でも、だいぶ落ち着いてきましたって言って、結局また期間が空いちゃうっていうね。やばいやばいみたいな思いながら、過ごしてましたけど。はい。まあ、ニーヤが終わってしまえば、
そうですね、ちょっと次の作品を考えてないんですけどね、どういったものがいいんでしょう。RPG とかがいいのかな、やっぱり。僕の中ではね、別の FPS の方でね、こういうのやってくださいっていうリクエストをいただいたので、そちらの方をまたメインにやっていこうかなと思いますけど、多分興味のない方もいらっしゃると思うんで、そのあたりどうしたらいいのかなと。で、このところ結局またちょっと忙しくなってますので、あまりね長期間にわたるちょっとな話の内容の長い作品だとまたねちょっと期間が空いてしまったりとかねなりそうなので、パパッと終わるような作品があればいいんですけどね。そういった点ではね FPS っていうゲームは非常に実況やりやすくていいですね。まあ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 、そんな、ね、こんなところでこんな会話をしていていいのかなっていう、ちょっと、感じですけども、そろそろエンディングも終わるということで、本当にね、本当にパート1の頃から見てくれてるって、方がもしいてくれたら本当にありがとうございます。ツイッターの方なんかでもね、ね、なかなか、動画上げられなくてすみませんなんか言ったら待ってますなんて、ツイート、リプをくださって本当にありがとうございます。本当にねそのおかげで、ちゃんと最後までやってこれましたので、ということで、C はここで終わりかな。なのでまた次回の D 分岐で、よろしくお願いします。さてこの後ムービーあったかな。あ、ないですね。はい、ということで、C エンドはここで終わりにしたいと思います。ということで最後、次回で最後のパートになると思います。またね最後のパートはすごい短い動画になるで、本当に確認程度な動画になってしまいますけど、ぜひぜひよかったらここまで来たら、最後も見てくださいということで、本当にありがとうございました。失礼します。